大牟田市、大牟田市は、福岡県の最南端にある市である。九州の中部に位置し、西は、有明海に面している。宮間高田町、旧三池郡高田町や熊本県荒尾市、玉野郡南関町、道郡長洲町を含む独立した都市圏、大牟田都市圏を形成している。現在、福岡県の都市の中では5番目に人口が多い。保健所政令市、 保健所法施行令による指定産号紙廃棄物処理法施行令指定とし名指し指定の一つでもある。ただし保健所の設置主体や産業廃棄物の許可等の業務についての実施主体を岡県へ変更する計画がある。かつては三井三池炭鉱の石炭資源を背景とした石炭化学工業で栄え1959年昭和34年には 最大人口208,887人を誇ったがエネルギー革命などにより石炭化学工業は衰退。同炭鉱が1997年平成9年3月に閉山してからは廃棄物固形燃料 RDF 発電施設を中心とした環境リサイクル産業などの振興産業エコタウニや立地条件を生かした大無田テクノパーク 工業団地への企業誘致などに力を入れている。現在の市の公式キャッチフレーズは、優しさとエネルギーあふれる街、大無田。以前は、九州をつなぐ、多機能都市、大無田であった。2007年フォーブス市、世界の最も綺麗な都市トップ25位に選定された。ちなみに1位は、カルガリーで、アジアでは、大無田を含む日本の3都市、勝山9位。 神戸25位が選ばれている。また、2008年に、クオリティオブライフ、生活の質が数値化された、クオリティオブリビングの分野において、世界218都市中、第69位となっている。毎年7月下旬に行われるおむた、大蛇山祭りには、毎年40万人ほどが訪れるという。2015年7月に、三池炭光宮原子。 三池炭鉱専用鉄道時期と三池鉱が明治日本の産業革命遺産として世界遺産に登録された。南隣にある荒尾市とは共に三池炭鉱の町として栄えてきたこともあり、現在でも経済的なつながりが大変強い。県境をまたいで市街地が連続、連単し一体化した人口集中地区 DID を形成しており、 自治以外への市町村別通勤、通学人口では、大牟田市は、荒押しへ、荒押しは、大牟田市への通勤、通学客が、最も多いほか、自治以外からの市町村別通勤、通学人口においても、大牟田市は、荒押しから、荒押しは、大牟田市からの通勤、通学客が、最も多い。また、荒尾市と共同で、ごみ処理を行っていたり、水道局の井戸、 排水施設が荒尾市内にあったりするなど、自治体間の関係も深い。このような背景から、越境合併を望む声も少なくない。大牟田市内には、荒尾市の飛び地が3カ所存在するが、これはいずれも江戸時代に、当時の三池藩が、灌外用水を融通してもらった見返りに、日ご飯に提供したものである。なお、最寄りの高速道路のインターチェンジが、 玉名郡南関町にあるほか、九州自動車道南関インターチェンジ、水道水を菊池川などから引いていたり、警察の交通取締りを福岡、熊本の両県警が共同で行っていたりするなど、荒尾市以外の熊本県北部との結びつきもある。また、熊本日日新聞の販売担当地域にも含まれている一部郵送地区あり、 福岡県の最南端に位置し、南と東を熊本県に接している。福岡市より約6 5トル南、熊本市より約4 5トル北西、佐賀市より約3 5トル南東に位置している。有明海に面している。市西部には干拓地や埋め立て地が広がっている。なお、有明海を隔てて、島原半島と向かい合っており、晴れた日には、 雲仙岳の姿を見ることもできる。一方、市東部は、三池山、三百八十八メートル、上徳、上床山、二百五十八メートル、大間山、二百二十五メートルなどの小高い山が連なり、また、市北部,部に、東下山、百八十一メートル、天城山、百二十三メートル、さらに市南東部には、高鳥山、百三十一メートルといった、 丘陵地が点在している。市内を流れる一級河川は存在しないが、二級河川は、諏訪川、大牟田川、道面川、熊川の4本があり、道面川の支流として白銀川、長戸部川、手鎌の間川などがある。全国の人口10万人以上の市の中で、人口減少率、高齢化率が高い。2010年。 平成22年4月1日に過疎地域に指定された。大牟田市の町、麻生参照。大牟田市立の全中学校が、ユネスコスクールとして持続可能な開発のための教育、エスロに取り組んでいる。いずれも公立。我が併後の中学校。大牟田市立の全小学校が、ユネスコスクールとして持続可能な開発のための教育、エスロに取り組んでいる。 廃校も含め、すべて公立である。和合併後の小学校、昭和8年に、九州で最初に、自動交換が開始されたところで、記念碑が建てられている。1990年代前半までは、伊筒や大牟田店、2000年閉店や大英大牟田店、1995年閉店、などがあった新栄町や、大牟田松屋、2004年閉店のあった本町、 銀座通りなどが、大牟田市の小売業の中であったが、郊外への大型商業施設進出の影響もあって1990年代、中頃から各となる大型店舗の撤退が、相次ぎ、シャッター通りと化した。2001年、平成13年には、市中心部に近い朝日町、東新町地区に、夢タウン大牟田。2011年、平成23年には、 臨海部の三崎町地区にイオンモール大牟田が開業した。新栄町、浜町、本町、大正町、中島町にかけて大牟田市の飲み屋の7割以上が立地する観楽街を形成している。特に大正町には数階建ての雑居ビルが多く立地して、週末には多くの客で賑わう。大牟田市内に本店、支店多く、金融機関、 距離的には、佐賀空港や熊本空港が近いが、航空機の発着便数の多さや空港への交通アクセス等の利便性から、福岡空港を利用する人が多い。なお、市内各地と福岡空港とを結ぶ高速バス路線があるほか、行政の支援を受けた、リムジンタクシーが市内と佐賀空港とを結んでおり、片道1200円、所要時間約50分で利用できる。 前日の17までに予約が必要。市の代表駅、大牟田駅、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。